ゆっくり、という、チャンネル。こんにちは、まさかのアプデ情報が。アプデ2日前に公開。ということで、いつもより直前に動画を作ってますが許して。ということで、アプデまでにしておくべきことの動画です。一つ目、機構が今度こそ引き継がれるはずです。アップデート後にイベントに集中したい方は、シューボスやら評判やらやってしまっておきましょう。というか、機構についての修正は今回はパッチノートに書かんのやな。今回はカズハが復刻されるので、できるだけ前半に機構を完走したい人は、進めておくと良いかもです。一応、フィールドボスとか地脈クリア数とかも引き継ぐのかな。二つ目、恒例のあれ。ではなく、今回はマップが追加です。金リンゴ復刻？というと違うかもですが、金リンゴですね。スタミナを回復できる料理とかあると便利です。金リンゴは昨年のものはそこそこ上下激しかった覚えがあるので、崖でスタミナが切れても、リカバリーできるように、スタミナ回復料理を作っておくことをおすすめ。一番おすすめは、板から漬物ですね。稲妻の志村屋で買えます。キャサリンの正面の屋台かな。人参と大根とスミレ売りと海藻2個ずつで作れます。個人的な優先度はいちいち料理更新めんどいから。スタミナ回復 HP 回復スタミナ減少系かな。続いて、素材集めですね。こちらは、左がレベル用、右がテンプ用。カズハの育成素材ですね。レベルは1から90、テンプは1から10ですね。トリプルクラウンする人は頑張って集めてくれ。カズハをレベル80で止めるなら、紫本は247冊ですね。追記することはこんなもんかな。勤労は火曜、金曜、日曜です。続いて、クレイの素材。はい、クレイの素材です。懐かしいですね。あ、マッシュルームねえわ。今回クレイ引く予定なので、火種は46個あるんですが。マッシュルームないことに気づいちゃった。動画作ったおかげで視聴者ではなく自分を救うスタイル。自由は月、木、火ですね。そんなもんかな。クレイ引く方を忘れなく。続いて、平蔵ですね。すんごい編集はしょったけどわかるからいいよね。ホイオラブのツール新キャラ発表と同時に。新キャラも追加してくれないかな。公式ツールって細かいところで不便だよね。まあ、贅沢言うなって話ではあるんですが。前日に言ってもあれですが、素材集めを忘れなく。浮世は、月日ですので。今からは集められないか。ちょっと月曜日情報が多すぎてこれに手がつかなかった悲しみ。続いて、カズハのストーリーで入手する武器の素材ですね。ちょっと文字ですみません。経験値 1.5 倍があるかは不明なので、この数値集めてることを推奨。自分は今必死にハスクとフライムの素材集めてます。続いて、倉庫の素材ですね。集める方は頑張りましょう。ちなみに志賀騎士の鎖は、水曜、土曜、日曜ですね。月曜日に出しても手遅れだったか。次は、恒例のあれ、家具の準備ですね。原神にはキャラクターに対応した調度品セットを準備すると、そこにキャラを配置して原石がもらえる仕組みがあります。1キャラ1セットにつき1度まで、1キャラ2セットあるので、1キャラから最大原石40個もらえます。さらに、壺限定ボイスも聞けちゃうのでお得ですね。平蔵は何かわかりませんが、まあ、セットを作って損はないのでできるだけ用意しておきましょう。ちなみにカズハの対応する家具は、花びら散るの原、楓香る茶室の2つですね。クレイは秘術研究所、ガリと家具の拠点ですね。平蔵は不明です。とりあえず作れるだけ作っておきましょう。レシピの入手は基本的には、丸から購入です。一部は、鶴見の珍奇な宝箱から出た覚えがあります。あとは、壺の好感度も貯めておくことですかね。推しキャラクターをできるだけ早く好感度上げたい。って方は、そこそこメイビーいそうなので、平蔵とか復刻キャラクターのために意識して残しておきましょう。パッチノート見た感じでは、遊べる家具は今回増えないのかな。
増えてもせいぜい300コインなのであんまり気にしなくていいかな。そういえば、演歌の宮の光ってた蝶々って追加されたんだっけ？見た覚えがないけど、自分の見落としの可能性は高そうだ。続いて、任務の前提任務のクリアですね。まず、カズハの伝説任務。こちらは、カズハの武器が配布される任務ですね。条件は、冒険ランク40以上。稲妻の魔人任務クリアと雷電の伝説任務1章クリアが条件ですね。こちらは、工場の伝説任務になるので、クイックスタートはないようですね。続いて、デートが追加。こちらも冒険ランク40以上。魔人任務第2章第3幕千獣百目の浮世をクリア、雷電将軍の伝説任務天下人の章第2幕主流百夢をクリア、勝新滝一都の伝説任務天の牛の明第1幕赤金魂をクリア。結構前提任務が多いので、かなり凝ってるデートの可能性が高そうですね。好きな人には好きなイベントになること間違いなしですね。続いて、2.8 メインイベントの近隣を。こちらの条件が、冒険ランク32以上、魔人任務第2章プロローグ秋風に舞いしもみじをクリア、モナの伝説任務うつ天の明第1幕この世の星空の外をクリア。こちらは、イベントではなくエリア解放条件ですかね。モナの伝説任務と、カズハの登場する魔人任務をクリアですね。解放条件は緩めかな最近にしては。これは、エリア解放の条件ですね。当日になって、やってなかったってのは、それなりに萎えるのでお忘れなく。ですが、フィッシュル配布のイベントの方では、クイックスタート可能っぽいんだよね。これはどういうことなんでしょうか。イベントは始められても、エリアに行けないみたいな感じになるのかな。まあ、アップデートが来ればわかるか。続いて、スキン配布イベントですね。イベントのその1をクリアして、近隣後に到着が条件。任務解放は15日からなので、初日は無理そうですね。続いて、ディルックの新スキン試着イベントですかね。本人が使えるかはわかりませんが、イベントが用意されてるのは好待遇ですね。って思ったけど、スキン出るキャラは毎回イベントあるか。参加条件は、モンドの3幕とディルックの伝説任務をクリア。超ゆるくていいね。強いて言えば、自分はディルック持ってないので、スキンを買うことがなさそうくらいだね。はい、ということで現在判明しているやるべきことはこれくらいかな。螺旋もすぐ更新されるし、アプデまで残すほどではない？どうせすぐ更新されるし好みって感じで。ということで、1年ぶりの近隣を楽しみですね。攻略動画を頑張って作る予定なので、今のうちからチャンネル登録よろしくお願いします。ということで全部で何個かわからんけど、アップデートまでにやっておくと良いことの動画でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく、さようならだ。